buscando esa. シャチが3歳の時、豊橋のおじいちゃんの家に遊びに行って、池に落ちたことがあります。その時、5歳だった直子が知らせてくれなかったら、多分、シャチはもうこの世にはいなかったと思いますよ。この時、翔平兄ちゃんが洋服のまま池に飛び込んで、シャチを助けてくれたのです。幸い、少し水を飲んだだけで、すぐに大きな声で泣いたので、お母さんはほっとしました。お母さんがおばあちゃんと一緒に畑でトマトをもいでる間の出来事でした。お母さんは今でもこの時のことを思い出すと、膝が震えます。助かって、本当によかった。母さんの手紙読んでるの？いいじゃんか。別にいいけどさ。ねえねえ、俺その時どうなったの？お前はね、池の真ん中あたりでうつ伏せになってもまいてたんだよ。そこをね、俺が飛び込んで水はかしてやったね。へえ、全然覚えてないや。そりゃそうだろ。だってお前まだ3つだったもん。じゃあ、お兄ちゃんは俺の命の恩人ってわけ。そう、俺を忘れてもらっちゃ困るよな。まあ、母さんもいいこと書いてくれた。はあ、俺たちいつ来るのかな、お母さんの手紙も。私の順でもないし、もしかしたら忘れられてるんじゃないだろうな。おう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 、ご苦労さん。お父さんもさ、ご飯食べたら手伝ってあげるからね。ここだった。ねえねえ、お母さんの手紙もしかして来ないのかな。心配するな、そのうち来るよ。でも僕たちあんまり可愛がられてないのかもしれない。そうじゃないよ。ほら、食べ物でも美味しいものを最後に食べる人って言うだろう。うん、お母さんもね、一番可愛い子を最後に取ってあるのかもしれないぞ。絶対そうだな。でも、トミコが一番最後かもしれないよ。まあ仕方がないか。トミコは成功だしな。うん、うん、やろ。帰んなさい。おう。父さん。ん？ちょっと、相談があるんだよ。3月にシンガポールから香港経由でハワイからサンフランシスコに航海があって、その途中で神戸と横浜に寄るらしいんだ。船か。その後パナマ運河を通ってカリブ海にクルーズに出て、夏は北欧かな、秋には地中海エーゲ海のクルーズに出るらしい。お前行きたいか？俺は行きたい。キッチンにはフランス人もいるし、日本人もメキシコ人もフィリピン人もいるんだって。イタリアもイギリスもいるらしい。多国籍軍だな。俺フランス留学は無理だからさ。おいしょ、おいしょ。お、ありがとう。はい、じゃあこれ食べろ。お前がやると言うなら、お父さん賛成するなんて。しかし、それだけいろいろな人種がいるとなると、辛いことがあるな、きっと。それは分かってる。やってみるか。いいかな。俺、そうだったらうち出てくことになる。そんなことは構わない。お前が東京で仕事場を見つけるとは、お父さん思ってないだろうね。そしたら、大沢さんに返事する。来い。
に間違いないんだろう。大丈夫。総料理長のシャルル・ドランっていう人が、大沢の推薦する青年なら無条件で受け入れるって言ってくれてるんだっけ。それじゃ大沢さん、強くお前のことを推薦してくれたんだ。そうだと思う。すごく嬉しかった。俺今までアジオンチとか半人前とかセンスがないとか散々言われてきたから、最初ちょっと信じられなかったけど。頑張れよ。うん。今度日本に帰港するのはいつになるの？4月の8日。丸々1年か。徳助さん、本当にありがとうございます。とんでもねえ。こっちは暇だから毎日来たっていいんだけど、それじゃ迷惑はかかるだろうと思って。そんな迷惑だなんて。六助さんにはね、お掃除とかお使いとかいろいろお願いしてるのよ。あら、そんな悪いわよ、お使いでなんて。いやいいんだよ、体を動かしてるのがいいの。遅れ老人のね、予防にもなるからね。貞子、うちの方は大丈夫なんだろうね。うん、大丈夫。子供たちちゃんとやってるみたいよ。そう、それならいいんだけどさ、私もさ、仕事を持っちゃったからね、気にはしてたんだけどね、なかなか行かれなくてさ。あ、すみません。それよりね、公平が船のコックになるんですって。え？大きな外国の客船らしいのよ。最も一番下っ端で入るらしいんだけど。あ、そう。昨日来てね、お父さんにはちゃんと相談して決めたからね。あ、ずいぶん思い切ったわね。あの高齢ちゃんってのはさ、おとなしく見えるけど、意外と思いっきりがいいんだね。そうなんですよね。だから私もちょっと心配してるんですけど。あ、いやいや、奥田、あのね、男なんていうのはね、何でもやりたいと思ったこと何でもやらしちゃうんだよ。ね、たとえそれしくじってもさ、てめえが選んだ道だからさ、どこにも文句をつけて持っていくようがねえ。だからいいんだよ。そう、それは女も同じ。いいこと言うわよ、くつけさん。切れちゃう。でもさ、あのでっかい海でさ、仕事して、ね、いい社会だ。立派な男になって帰ってくるよ。うん、大丈夫。うん、心配はいらねえ。トミコが手紙書いてるなんて知らなかったよ。早く良くなって、早く帰ってきて、早く帰って、4回も早くって言ってるね。